新日本プロレスの象徴 IWGP の歴史が動く。この2冠戦を制した者が IWGP 世界ヘビー級の初代王者となる。その舞台に立つのは7年ぶりの一騎打ちとなるこの男たち。マスクをかぶったレスラーが一人、花束をいぶしに渡しました。エルデスペラードだ。だいぶ時間かかっちゃったんだけど、初体感のご祝儀をいただきに参りました。この2つのベルトも欲しいな。 IWGP ジュニアタッグ王座、そしてもう一発いった。ついにエルデスペラードが取った。自身初のIWGP ジュニアヘビー級王座戴冠を果たしたエル・デスペラード。久しぶりにシングルマッチできるの完璧に捉えました。ディルスが勝っちゃった。忘れないよ、しょっぱかったお前のことを。 IWGP ヘビー級 IWGP インターコンチネンタル2冠王者、イブシコーター。ゼロイズはどんどん広がると思います。広めるために僕は一つに統一したい。二冠統一への思いがついに両王座の歴史を継承した IWGP 世界ヘビー級王座を新たに制定することになりました。ベルトも新調いたします。僕から提案があるんですよ。二冠持ってますよね。どのぐらいの実力なのか知りたいです。タイトルマッチやりましょう。ヘビー級2冠王者対ジュニア2冠王者、階級の枠を超え新日本プロレス49年の歴史に刻む対決。どんな時も革命は異端児が起こすもの。プロレスを広めるために王者の道を突き進め。あの時もお前は王者だったな。だが今の俺だって、その時の俺じゃねえって、もう見せてやるってんだろうがよ。新たな伝統の出発点、これは変化と進化を証明する戦い。 3.4 日本武道館旗揚げ記念日、この2冠戦が新時代の幕開けだ。